性犯罪者みたいな顔をした脳科学者こと茂木健一郎のシャバドがツイッターで脱税のことをいじられたらしく、バカどもが脱税脱税ってうるさいから言っとくけどな、申告しなかったのは俺が悪かったよ、ごめんな。でも倍返してたくさん払ったんだよ、ものすごく損したんだよ、その後も毎年たくさん納税してんだよ、お前らにごちゃごちゃ言われる筋合いないよと、それ以後も長々とブチギレてたのですが、ツイッターが炎上し始めた途端、不適切で誤解を招くツイートをしたことをお詫びします、該当ツイートは取り消しましたとしょぼくれて謝ってやがりました。お前前にもこうやって入った唾を美味しそうに飲んでたけどよ、お前の頭なんかあれか、キングコブの西野でも入ってんのか、お利口さんぶって脳科学の勉強する前にお前の脳みそなんかなんとかしろボケ。俺はね、子供の頃にね、悪さするたんびにうちの死んだじいちゃんにお前のようなやつは豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえって怒られたけどよ、俺が死んだじいちゃんの言葉借りてお前に言ってやるな、税金ちょろまかすようなやつは激走する豆腐屋の86の角に頭ぶつけて脳みそぶちまけてよ。